サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。そんな程度じゃないだろう。ナッパのやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かったよ。見せてやるさ。あんな。わっ。やめるな。やめ。おのれ。やりっこ。よっ。よっ。ちゅうのにワクワクしてきやがった。笑ってやがった。諦めて開き直ったか。わっと、ダメチュー。もう許さんぞ、カカロット。よっ。
体持ってくよ。三倍かよ。みんな。カメハメハだ。俺のギャリック砲は絶対に食い止められんぞ。地球もろとも宇宙の塵になれ。This is Taiyuken times four. Really, shifty 野郎だ。やむを得ず。もう許さんぞ。カカロット。はじけて混ざれ。The moon's back. Oh, I'm gonna take him on as an ape. どうだ、カカロット。これで貴様はもう終わりだ。おじゃるの化け物。We've got overall an A rank. Goku and Vegeta fight was definitely the hardest of the three here. The one where we take on Vegeta itself, not the great ape, I mean. But we managed to get through it, and let's continue on to see how the story unfolds. Daichi, Umi, and the living.すべてのみんな、このオラにほんのちょっとずつだけ電気を分けてくれ。Alright, so we've got a power of protein and awakening water as a story reward. Tired, てるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。なんですか、あれ。わからないが、凄まじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。
総力戦の戦士たち、最強ベジータを倒せ。Alright, so it looks like we've got Krillin's Destructive Super Tanks now available. Something's not right. Rush to Goku's location. あの妙な光の玉は一体なんだ? Let's see if we can equip Krillin. Let's see if we put this Super Attack tree. Oh, no, wrong one. So if we go into the Super Attack palette.Okay, let's do that, and we'll also equip that. So, let's change his Kamehameha for his famous Destructo Disc. We'll keep Solar Flare on. And let's just quickly check Gohan's attack powers as well. So, it looks like Gohan's got the 3, so we can't really add anything different to it. Alright, guys, let's quickly check the map. Everything's all good. Alright, let's head over to where the others are, where Goku and Vegeta are fighting.ものすげえ気が上がってる。お父さんの気がまた上がったんじゃないですね。急げ、もうすぐだ。 Alright, there they are. この嫌な感じは奴の気だ。 お父さんが危ない。 クリリンさん、あれ降りろ、ご飯。下に降りて隠れるんだ。おい、ヤジロベ。え、ヤジロベ。あん化け物、誰だと思う。サイヤ人だけはサイヤ人。知ってる。だが、ヤツの尻尾を切れば元に戻る。ご飯とヤジロベは前に回って、ヤツの気を引いてくれ。隙を見て、俺が後ろから尻尾を切ってやる。冗談じゃないわ。やつの気を引けて。やつは元に戻ったって信じられにゃ強さなんだぎゃ。ん？何か嫌がるな。どこだ？こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし。そんな尻尾のことを知っていたらしいが残念だったな。おい、ヤクラビー勝つだよ。本当の力を見せてみろよ。え？Beautiful, another S right there. しつこいガキめ、いい加減くたばりやがれ。お前を倒す。クリリン、頼む。
悟空、大丈夫か？今のうちにクリリンに渡す。お、ほら、地球中から冷た元気玉を。な、何？お、おらの手を握ってくれ。こうか。そいつを手のひらを上に向けて集中させてくれ。玉ができる。出た。これが元気玉だ。やったな、クリリン。そいつをやつにぶつけてくれ。わかった。やってみる。任せてくれ。I'm looking to get that and later on escape his ability. Leave a comment below and let me know, guys. くそー。あんなに動かれちゃ俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ？孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。随分ひどい目に合わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。Ooh, that would hurt.
Okay, that's another story part of the game finishing. Gohan versus Vegeta, another S rank, which is good to hear. この俺がまさか引き返すことになるとは。逃がしてたまるか。今見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。わかってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな、わかるが、頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度やつと戦うチャンスをくれ。わかったよ。お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよ、ゴミども。今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで、おくんだな。おーい、ブルマさん、ヤムチャさんも、俺たち以外は、みんな、やられて。ピッコロも死んじまった。だから神様も、ドラゴンボールはもう、なくなっちまったんだ。じゃあ、ヤムチャは、もう二度と。ブルマさん。泣かないで。もしかすると、サイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見て、ナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷、ナメック星に行けば、もっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だから、もしも、その、ナメック星ってとこに行くことができたら、ドラゴンボールが手に入るかもしれない。おっす、オラ悟空、ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまって、もっと誰も生きけれねえ。神様の故郷、ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回、ドラゴンボール Z、悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。